はい、どうも皆さんこんにちは、カズマックスです。今日はね、マキネッタシリーズ第3弾、今日ご紹介するのはもう絶対うまいから、もうマジうまいから、もうぜひ皆さんやってみてくださいって、もう強く言いたいアレンジメニューのご紹介です。その名もアフォガート。皆さんもね、結構聞いたことがある人が多いんじゃないかと思います。アフォガートっていうのはイタリア語で溺れる、溺れたっていう意味で、基本的にはバニラアイスですかね。バニラアイスにエスプレッソをかけただけのね、本当に簡単な、アレンジメニューです。このバニラアイスにこのエスプレッソをね、たくさんかけて、その様子が、溺れているように、アイスが溺れているように見えることから、アフォガートって呼ばれてます。もうこれ本当に美味しくてね、たまにあのおしゃれなカフェとかに行くとあるんですけど、もう大好きでね、僕もたまにうちでやるんですけどね、なんで今日は皆さんにね、このアフォガートの手軽さと美味しさをね、知っていただく、動画を作っていこうと思います。はい、まず用意するのはおなじみのマキネッタ。いつも通り水と粉を入れて、はい、着火。はい、抽出が完了しました。そしたらこれを脇に置いて、今日の主役です。はい、こちらドーン、バニラアイス。このアメリカンのサイズを使ってね、今日はアフォガートを作っていきます。よいしょ。はい、僕は今日ねこれを使うんですけど、こういうディッシャーがなくてもね、別にあのちょっと削ってね、お皿に盛るだけでもね、全然綺麗にうまくいくんで、よいしょ。おー、あ、いい感じ。よーし、うまそうにできてますね。結構硬いな。よいしょ。あ、でもね、結構硬めの方がね、まあ、すぐエスプレッソで溶けなくてね、見た目も綺麗に仕上がるんでいいと思います。はい、じゃあこれをね、器に、よいしょ、えい、よいしょ、うん、うん、おー、綺麗にできた。はい、この綺麗に器に盛ったアイスクリームに今日は、はい、早速このエスプレッソをかけていきます。よいしょ、おー、いきます。おー、うまそう。うわ、これは絶対うまい。もううまい。この時点でうまい。よいしょ。はい、こんな感じ。うまそう。もう完全にね、エスプレッソの中でアイスクリームが溺れてますね。これがアフォガートっていうものですね。はい、この出来上がったアフォガートね、このまま食べていきたいところなんですけど、今日は特別に、よいしょ、今日ちょっとアレンジでね、ちょっとトッピングでミントとか、あとこのウエハースなんかをね、超えちゃったりなんかしちゃったりして、よいしょ、こんな感じ。おー、いい感じではないか。よーし、できたー。あ、ちょっと待って。よし、これだ。チョコレートソースもいっちゃおう。いいけー、いってしまえ。ちょっと待って、よいしょ、うりゃー、うわー、うわ、うまい、絶対にうまい。これは間違いなくうまい。はい、完成でーす。うわー、うまい。これは絶対にうまい。もう食べたくて仕方がない。ちょっとスプーンを探してくる。よいしょ。はい、お待たせしました。はい、こちらアフォガートできました。早速食べていきたいと思います。うわー、うまい、絶対にうまい。これ今までで一番豪華なアフォガート。うん、はい、じゃあいただきます。これはうまいぞ。やばいね。あー、うますぎる。これはうますぎる。あん、うん、うまい。ウエハースも合うぜ。あー、どうしたら一気に溶けてきた。うん、うーん、うまい。めっちゃうまいっす。いや、こんな簡単に作れるスイーツどうすか。うん、うまい、めっちゃうまい。これお風呂上がりに食べたい。あー、これ今日絶対やりますわ。うん、うまい。もうこのエスプレッソとね、チョコとバニラの相性が最高。うん、うん、ウエハースもね、染みさせてもうまい。うん、うまい。もうやっぱね、普通にバニラアイス食べるよりもね、数段豪華なゴージャスな、もう特別な気分を味わえます。うまい。もう何回、もう何回うまいって言っても分かんない。やっぱね、この若干の苦味が残ってるんですよ。このバニラアイスに消されないくらいのね、ビターな感じがね、うまい、めっちゃうまい。はい、というわけでね、今日ご紹介していきました、このマキネッタの活用法第3弾、これはマジでおすすめです。これ一押しです。絶対うまいからね、やってみてください。これはハマりますよ。多分ね、このサイズで買っていいと思う。もうね、これはやるしかない。そんなレベルでも本当に美味しいんでね、ぜひ皆さんおすすめなんで、ぜひやってみてください。僕はちょっと2個目を食べようと思います。はい、というわけで今日のカズマックスコーヒーチャンネルでした。また次回の動画でお会いしましょう。じゃあね。